おお、本当だ。でも皆様美味しそうになってますけど食べれない。なぜかというと味が苦いから。あ、そうそう、食べれないように苦い。オレンジの実がなってますが味が苦いそうです。中入るときに丸くなる、元気になってきます。中を入るときにちょっとローマの調子を模様です。これアルファンブラですけど、スペインだけど皆様これイスラム教徒の文化と関係ない、後から作った再生服の後から作ったものですよね。こちらイサベラ嬢とフェルナンドさんの孫さんが、イサベラ嬢とフェルナンドさんの娘がオーストリア皇帝の息子とハプスブルグ家と結婚しました。その間に生まれた子供がカルロス、彼がハプスブルグ家、彼がグラナダとアルハンブラに最初興味いっぱいあった。これを作るよりお金いっぱい出したけど、ちょっとずつお金と興味も少なくなるって言ってたので、完成するのは終わりませんでした。これを実際は未完成で忘れておいた。外はね。ご覧のように壁の装飾の中ではちょっと人間のイメージとか動物のイメージとか全然見えない。神様の顔とか作らない、マウメットさんの顔でも作らない。イスラム教徒だったら人魚とか全然嫌ですよ。ので、祭壇とか全然作らない。でもメッカの矛を示しているアーチ必ずある。祭壇の意味と違うけど、Thank you.
れば、この中庭の一番綺麗な写真が一番向こうから撮れてるので、あっちから写真撮りましょう。噴水が出てます。お風呂場だそうです。あれがサウナ？悪いのが。向こう、あ、そうですね、ちょっとなんか下の方工事してるような感じで、
茶あのレンガ色になってる。わかりました。わかりました。昨日言ってた。あの三角屋根の。はいはい。ここは昨日の夜見た場所です。うん、なるほどね。また日が出てきた。出たり隠れたりですね。はい、これ水道橋です。1931年に作られたものだそうです。アルハンブラの前景です。